ちょっとね、フルスクリーンにならないのかな。ちょっとフルスクリーンにはちょっとなっていないような感じがしますね。今回はちょっと仕方がないかな、このままいかなくちゃあないのかな。こっちの方ではちゃんと映ってるんやけど、別の方で映らないところがあるっぽいね。フルスクリーンになってなってるところとなってないところが出てるような感じですね。ちょっと一回これなんかリヘナラドールの声がしとりますね。しゃあないから今回はこれでいきますかね。ちょっと原因が分かんないんで、ね、一部多分縦長になってしまいます。 SD 画質の場合なのか何なのかちょっと分かんないけど、ちょっとそうなってますんで、今回ちょっとご容赦願います。このままいきます。はい、ではリヘナラドールがね、出てくるのは出てくる場所ですんでね怖いのは怖いところで拾えるのかな、拾えたりした。ライフルの弾は重要、ここはね。画像ね、ちょっと切れてはいないと思うんですけども、まあ、縦長にねちょっと映ってしまうのはちょっと嫌なんですけど、ああしまった、あはは、痛い痛い痛い、ここにおったか、よし、ちょっと、いきますよ。5発打ち込まなあかんパターン、これちょっと。あ、したい、あ、しまった。まだか。あ、これで後ろもやっちゃったね。オッケーオッケー。助かった。あ、間違えた。オッケー。たくさん使っちゃった。これは、あ、お金やった。オッケー。赤ハーブは取れた。ハーブ合わせられないのかな、だな、はい。てなわけでリヘナラドールが出てきた場所がここやけど、何か物がありましたら取りたいけども、何もないね。はい、ここはまた変な肉がぶら下がっとるしね。何の肉な、なん、あ、もう外しとこうか。あ、もう外していいのかな。外す。何の肉肉なのかようもわからんな。はい、ここは横から上がるのかい、こうか。でございますな。あ、
開けよう。さて、ここはここはどこ？あ、降りなあかんのか。こうか。これは合わせられるんで、スコープで覗くとね、拡大されるとね、クリーチャーは結構ここかい。激戦区ですね。ちょっと喋りが少なくなりますが、ご容赦くださいよ。いまいち照準つけにくいな。使っちゃえ。こいつからいくか。あ、お前もそれや。やらんで、リロード戦で、ね。はい、こんにちは。いらっしゃい。ライフルの弾持てねえのかよ。オッケー。あ、来た。マシンがどっから出てくるんだお前は。いってどっから来てんどっから来てんねや。さんどっから来てるんだい。変身。なかなかねエイムがね難しいですわ。わざわざ爆発させんでもよかった。やったね。持てへんね、持てへんね、だから持てへんのよ。オッケー。どっからなんか掘ってきて、あ、できてるよ。オッケー。ほら。撃ってる場合か。うう、危ねえ。取らない。なんでショットガン取れへんし。一回拾って捨てなしゃあないのかな。直接使っちゃうもんね。これは上から降りては来ない。ペラペラソースが来てますよ。お金でございますね。いただき。あ、この野郎。電源落としやんの。あー、それでいっぱい出てきたわ。あ、さあ、どこからどう来るの。横から来るのか、上がってくるのか。ほりこれ。フリーいや、ほら。フリー
も来いや。上がってきた。変身して落ちたけど大丈夫か。上がれるんかお前は。まだ来る？何喋ってるか分からへんぞ。燃やすのもっていうか、ここ確かにな。もったいないって言うてられへん。楽やしか。燃えた？燃えたかどうかも分かんない。OK。降りてみようか。おう、なんかカードキーが来たぞ。あ、もう取らんでええわ。逆に取らん方がええわ。え、どっから来てる、どっから来てる、どっから来てる。声はすれでも姿は見えず。あ、降りていかはったよ。あんなとこ撃ってきとるっちゅうのは。上がってくる、上がってくる、上がってくるよね、上がってくるよね、上がってきた。あいて、どっから来た、どっから撃った。このさ、こっちかや。うわ、あいた。しゃ、え、どっから。あ、そうか、電源先やらんかね。どっから撃ってきてんのお前は。一体後ろ下数だけ多いのほんまに。うわ、まず、うわ、まずい、まずい、まずい。あ、いた、あ、死んだ。たまに画面が緑になる。それはちょっとほんま分からへんね。コンティニューね。はい、しょうもない死に方しましたけど、はい。どっから、あ、こっからね。はい、他のところにキー取られてたらあかんね。画面がね緑になるっちゅうのはちょっとどうなんやろうね。あんま他の方では聞いてない。他の人どうなのかな、画面がたまに緑になるとかいうのあります。まあ、こちらの方ではちょっと確認が取れないんで分かんないんですけどね。あ、ちゃうちゃう、ちゃうって。うん、なる人とならない人がいるのはちょっと、それはその使ってる、映してるその機械の方かもわかんないね。やばいやばいやばい。どっから来てんねや。のか。どこや。どこから撃ってきてるのかよくわからないという。よいしょ、こっち潜り込んで。
あれか。やばいやばい。OK。ふう。OKOK。で。でもとりあえずほったらかしといた方が良さそうか。何だ、なん、どっか、どう、あ、降りてくる。今変な姿が見えたんやけど、やっとくか。画面の方のね、調整は、次回までには、まあちょっと、なんとかちょっとやっとかなあかんのかなと。まあテスト的に今度またね、触ってみますけどね。これを撃てれば、いいよね。あの弾は持てない、はい、大丈夫、下来るんか。おう、なんかヘコキーとか聞こえたけどね。はしごで手榴弾は確かに効率はいいでしょうな。でもまあちょっと今どこから撃ってきてるんじゃい。お前な、いつの間におんねん。上からか。久々ショットガン使うか。どう、この届くんやね。まだいるんかい。OK だ。来てる。こいつら無限脇か。そんなこともないやろ。OK で上がって、こんなとこ入ってた。 OK か、これか。カードキーを入れる。 OK。 これなんだ、お金。ライフル。ヘコキ野郎ども。で降りたらいいのかな。で2箇所これやるの。
もう一箇所音が、音楽が鳴り止まんということはまだおるのかな。 OK、 まだどっかに行っているような音なんやけども、ところでなんか物は、マップやここに物は別になさそうか。まあロッカーとかはハンドガンはいらんな、ハンドガンはいらんし、こちらの方のロッカー、これは完全回復薬にあるのでいただいておきます。飛び降りて、これはショットガンリロードしといたら拾えると思う。拾えるでした。ショットガンはねやっぱり、ね、役に立ちますな、こうしてやってみるとね。ここは A として、この先は行ったら進んでまうんか。赤ハブはもうね取れないね、まあ、いいか。踏んだら進んだらもう一回だけちょっと上上がってみようかな。びっくりした、こんなとこにおったね。まだ音が鳴りやまんな。おるんかな、上かおるとしたら。お金だったよ、いらん。マシンピストルの弾はいらない。この中はいいね、良さそうだ。ここなんか、あ、もう行ったとこやな。もしや先に進みましょう。あ、こっちちゃう、方向間違ったこっちや。このこっちやね、ここか。OK、 こりゃこいつらの音ね、見たいともなるんかい。硬いなこいつら。ケライフルの弾はいただきと。おい。ふう。あ、アシュリー。囚われとりますね。見つかった見つかった。You'll soon harbor an awesome power. 途中からね見てくださってる方にもちょっとお知らせしておきますね。画面がねちょっとね、3対4、4対3、16対9になってない可能性がありますんで、ちょっとね次回までにはちょっとまだなんか調整もしたいなと思うんですが、ちょっと、今回はご辛抱いただきたいと思います。ちょっと設定が何かちょっと変になってしまったのでね、ムービー中ですが失礼いたしました。レオン、 now!
アシュリー連れて逃げろということで、ここね、エイダ編でやってるとなかなかの激戦で大変な場所ですね。QT 来るんかいな。ちょっと用意だけ構えとこ。Move! 大丈夫やったね。QT なかったね。助かった。エイダパートでやるとすごい激戦組み大変だと思いますが、アシュリーは相変わらずの、鎧姿ですな。 OK 経由でおっちゃんがおる。いらんもんなんか持ってたかな。売れそうなもの。Got a selection of good. What are you selling? 今回何も拾えてないような気が。これはまだ、あ、え、これつくんかな？これのやつかな？ちょっとわからないな。真珠のペンダント。Thank you. Come back, Eddie. これは。つかないね、関係ないね。前回も同じことやってるような気するけど、はい、今回の売れるもんはもうこんなもん。相変わらずガチャ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 、なかなか音が。何でしょう、ルイスのメモ5、寄生したプラーガを外すことが可能なのかという問題はこの寄生体の研究において初期の頃から注目されてきたらしい。ただしこれは治療が目的ではなく、宿主の意思で寄生を取り除けないようにするための検証だったようだ。なるほど。結論から言うと生体になる前なら特殊な放射線でプラーガのみを死滅させることが可能だ。しかし神経がつながった状態のプラーガを殺すことはその苦痛が宿主にも伝わるので重度の、意識障害が起こる可能性がある。さらに注意すべきはこの時点でプラーガが生体となっていた場合、宿主の方も死ぬであろうことだ。だがその後のことを考えればいっそ死んでしまった方が幸せかもしれないねということですな。まだまだ間に合うんじゃねえということです。ウェルカムを抜け、セーブなかったっけ。ウェルカムおじさんのところにはセーブが大概あるんやけども、ここはちゃう、マップ見たらセーブはここではなさそうだな。ってなわけで、はい、さあここで研究所の中、はい、出てきましたな。でっかいでっかいおっさんたちが、いって、ああ痛い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 、何すんねん。お前には無理だ、この重さを運ぶことはできねえと。ここはどう？ちゃう。すぐボタン間違うね。あ、ここやな、場所はな。その前に、なら、こっちは何よ。開けといたらええのか？開いた。ちゃうちゃうちゃう。もう、この落ちたら何や。前の場所よくわかんない。まあとにかく、
っちゃうか。オッケー。たどり着いたね。There's only one way to find out. You operate. ここでプラーガを取り除くと。You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing.モジさんがさっき言ってくればすごい楽かも。まあまあ、あれだけの武器持ってるおっさんやったらそら楽でしょうな。ただその度ごとに金払えって言われそうでね。How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right. Guess I'm up. どうこんな服の上から治療ができるなと。You okay?放射線系の治療やったらまあ一応。I don't know about you. 多少のその服とか突き抜けられるんやろうけど。おいおう。ここかな。はい。よし。これで一応。終わったんで次のとこに行ったらいいんだろうかな。もう別に何もここ何もなさそうやね。何もないね。こっちに行けとこっですな。おこれは持てないだろう、どうせなしで行くか。これはなんだ。教団の最終目的、合衆国の権力は議会や司法省、各行政機関に軍、そして民間の巨大企業などいろいろな組織の間に複雑に絡み合っている。そこに我が教団の力を浸透させるには権力の要である大統領を中心に権力者たちを効率よく支配する必要がある。この時に問題となるのは完全に権力を掌握する途中で計画がバレた場合だが、その時は合衆国を崩壊させればいい。今の合衆国の力をそのまま利用すれば楽に世界をコントロールできるのだが、無理な場合は仕方がない。それまでに支配した人間を使って誰が規制されているかわからぬ疑心暗鬼の状態を煽れば民主国家など簡単に潰れるであろう。そして合衆国崩壊の混乱に乗じれば我が教団は世界の直接支配も可能となる。どちらにせよ我が教団が世界の頂点に立つのは誰にも止められんということですね。開けたらいいのかね。もうほとんど終わりが近いのかなこれ。ほんまにいらない、いらない。これほんまにもう終わりじゃねえひょっとして。まずセーブ、ここやね。場所開けなあかんのかな。プラーガを取り除くときの時のアシュリーのシーンがエロい。ちょっとサディスト。Welcome. まあ。Got a selection of good things. そうかもしれないね。エロいかもしれないね。What are you selling? いらんものをそろそろ
弾関係、マシンピストルの弾まず。Is that all strength? Thank you. 先行手榴弾。Is that all? 消費手榴弾。Is that all, stranger? まだあった。Is that all? 手榴弾。Is that all? Thank you. あとサーモスコープ。サーモスコープやめとこう。Come back, Edit. ラストバトルやったらだいぶ開けとかなあかんからハンドガンの弾も撃ってまおうか。もう弾関係は大半撃ってもええかな。ハンドガンの弾。ハンドガンの弾どうなる。ハンドガンの弾どんだけ売れるんだい。 Is that all strength? Is that all stranger? あ、ちゃう。 Is that all? Thank you. ショットガンの弾。弾関係これぐらいでいけるんか。まだ無理かな。あと売れそうなものはちょっと弾関係多いな。まだあと 2,3 場所開ければライフルの弾を15発。 Is that all stranger? ちゃうちゃうちゃう、ライフルの弾15発。 Is that all? で、Thank you. ショットガンの弾。Is that all? OK. Thank you. これだけ開ければ、多分ロケランの一つや二つ。二つは持てへんけどな。2列で行けたように思うから行けへんかったかな、わからん。いいや、行きましょうかね。この辺はもう持たずに、こっちか。Something's not right. ラストバトル。 Ashley, you stay here. ですな。バトルとしてはラストになるんだと思いますけども。あ、エイダ捕まってる。エイダ、キューティーさえなければね大丈夫だけどね。俺キューティーがすごい苦手やからね。Better try a new trick as that one's getting old. Okay. You okay?今の、あ、の声が色っぽい。What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés.おお、目ん玉目ん玉口から出てきた。ひょん、エイン、スタンバック。結構えぐいよねこのクリーチャーはね。まあ個人的に一番えぐいと思うのはサイレンの頭脳死人なんやけどね、僕はね。ずーっとはいはい、やーべーよーっと。
いよー。あー、やべやべ、怖い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 。あー、あかんあかんあかん、落ちた、あかん、いて、いていていて、だからちょっと待てよ。お前待てや、ほんまに。人は全力一生懸命。入った、怖い怖い。どこ行くんやお前は。ここは行ける。ああ、落ちた落ちた。目ん玉をやらんのは分かってるよね。出たか目ん玉。お、use this。 はいはい、 use this って言われて行かなあかんねんけども、そっちかい。怖い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 。あーと、ユースディスは分かってるけどね、分かってるけどね。こっちが、こっち、こっちが、お、あれ、ロケラン使わんで終わったの。おお、ロケラン使わんで終わった。さすがシカゴタイプライター。Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Hmm. うん、シカゴタイプライター、チート級やね。あれはやっぱり。Don't worry. I'll take good care of it. Ada!Gotta go. If I were you, I'd get off this island too. She really pushed it. Here, catch. 押すなよ、ほんまに。Move on. See you around. 何をするねんという、早行け、行かんとあかんちゅうこっちゃけどな。Very cute. 泣けるぜ、ほんまに。あ。なんすか、邪魔邪魔。どう、こっちで打てんのかい。ここか、ほい。実はね、ここからが私の最大の難関なんですね。この後のジェットボートになるわけなんですが、ね、それがよし、腰痛い。はい、あったあった、これ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 や。ここが私の最大の難関でございまして、で、何回やり直す羽目になるかちょっと分かりませんよ。怖い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 、分からんよ。危ねえ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 。おっと、まだこれからやね。ここからがもう難関やね、ほんまの。しっかり捕まってろって言うた本人が、本人が、本人が、あ、見え、わからんわからんわからん。お、本人がやばいっすよ。こっちかなーと。あーね、にゃにゃにゃ、あっとあっと、
どういうこっちゃいねん。ああ死んだ。そこのジェットスキー結局、やり直し。うん、トラウマになってる人いるんですね、やっぱりね、僕と同じやね。はいはい。何回かやり直しますんでね。はい。これが一番苦手やね、俺ね。こっちか。こっちやね。ほい。うん、爆発。ここまでは普通。来た。どっちかを覚えなあかんねんけども。あっと、また逆か。すいませんね。もうここを越えれば完全にね終わりなんでね。日をまたいで苦戦するよねこれね、ほんまにめっちゃ苦戦するよねこれね。ここまではね簡単なんやけどね。みたいにも反射神経のねほとんどもうどうしようもないような人間。あ、どこやねん。グダグダですいません。本気やぞこっから。ちょっと喋りを止めて。ほとんど喋らず画面に集中。どうも奥さんとお子さんと。ちょっと今コメント読めないしごめんね、もう後で読むからね。こう。あれ何や、加速してんのにな。加速かけてるんやけども、なんか足らんのかこれ。ジャンプなんかあったっけこれ。Hang on, sweetheart.気がするの、いけ。ね。レバーで加速は加速だよ。時間切れか、ひょっとして。あれ時間切れ。なんでや。
行きはよう。クリアしてへんねんけどな。行ったか、行ったな、やっと行った。ああ、OK 終了。お疲れ様って、まあ、ね、見ていらっしゃるから方はまあ。長々とご覧いただいてありがとうございますね、皆さんね。あ、ウィルカムおじさん取り残されてるよね。どうなるんやろね、ほんまね。Sounds like a great idea. Mission accomplished. ミッションコンプリート。Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry.Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask. 彼女も分かったよね。So, who was the woman anyway? どう考えても、Come on, リーダーが好きやということはね。She's like a part of me I can't let go. キザだね。こんなセリフ言えへんやね。イケメンやないと。どうも、ご覧いただいた方もほんまお疲れ様でした。最後のグダグダによくお付き合いいただきましてありがとうございます皆さん。このねエンディングもね見てるとなかなかねこの事件がどういう事件やったかっていうのはね分かっていいですよね。はじめこの村ねいい村だったんですよねこれ多分ね。農業で多分実りも豊かそうなね畜産業でねこう成り立っているそう豊かでもないんだろうけどもまあ幸せな感じの村やったんですけどね。変なもん掘り出したおかげでねえらいことになっていくというくだりがねこのタイトルバックで流れるわけですな。あ、どうもお疲れ様でした。ウェルカムおじさんに敬礼。はい敬礼します。はい敬礼。さあバイオハザード4が終了しました。2週目ねまあこんな感じですわ。下手でね。で次ね何しようかなというふうに、考えておりましてね、僕の中ではそうやねデッドスペースのをハードモードでやってみようかなとかね思っておるんですがどんな感じでしょうかね。もし意見が終わりでしたら、コメントでね、お書きいただくとありがたいんですけども、まあ、できることやったらやってみたいっていうのもありますが、まあ、なかなかね環境的にできない場合もありますしね。さあ不穏な音楽になってねこれが掘り出したもののおかげでえれいことに、ね、村がね侵されていっているところを示しておりますね。プラーガでございますな。バイオ7っていうのも考えたんですけど、ね、バイオ7はもう皆さんねいろんな人がもうやっていらっしゃるんでねわざわざ、私が、やらなくてもいいのかなという気もしますしね。とりあえずノーマルでは、2週ほど、しましたけどもね、マッドハウスは多分絶対無理ですね。ボーダーランズ2かハリーポッター、ハリーポッターがね
あのね、機械がね潰れてしまったんで、ね、なかなか、今からやるのはなかなか難しく状態になってますけどね。でボーダーランズ2もだから同じですね。バイあのその Xbox 360が潰れたんで、ちょっとなかなか、やれなくはないんですけども、これソロでやっててもあんまりね、見ていただいてても多分あんまり面白くないかもしれないどちらかというとマルチで遊ぶ方が楽しいゲームなんでね、ボーダーランズはね。まあライブに向いてるか向いてないかっつうとちょっとなかなか難しいですよね、ボーダーランズはね。まあ、ひゃーひゃー言いながらやるんやったらなんかホラーの方がいいのかなと思って、まあデッドスペースの一作目ハードモードで四苦八苦しながらできるかどうか。おハニガンさん出てきた。ああメガネ外すと可愛らしい。Hey Hannigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks.You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you? デッドスペースをやっていこうかな。まあ、ただ、あの、積んでしまう可能性があるんでね、あの、ハードでやるとね。そういうところではちょっと危険度の高いゲームではありますが、またやっていこうと思います。多分1週間後か10日後ぐらいか、なんかそれぐらいになると思いますけどね。命中率 44%、 まあマシンガン主体で戦ってるからそういうことになりますね。死亡回数14回、よう死んでますね。クリア時間13時間、あかかりすぎてますな、はい。多分デッドスペースの1作目を次はやっていくと思います。積んでしまったらまあそこまでということになりますけども、ただ途中で裏技があるんですけどね、裏技はちょっと使いながらやっていこうかなと思いますね。セブンデイズトゥーダイか、あれはホラーっちゃホラーやね。ただ、まあ、あれも英語版、まあ、デッドスペースも英語版やし、セブンデイズも英語版なんやけども、あれも結構マインクラフト系の部分があるから見てて結構グダグダしませんか、あれ。ひょっとしてグダりそうですね。サイレン、サイレンはあかん、サイレンはやったらあかんと思う。あれほどグダるゲームは他にないと思うよ。ファイブアットナイトフレディーズ、持ってないでね、俺あれね。クライオブフィアも持ってないんだな。持ってないからな、その辺調達してもええのかもわからへんけど、まあ、それ後々考えたいと思いますね。でサイレンはね、英語版ならでき、あの環境的にねできるのはできるんですよ。ただ英語版やから見てておもろいかどうかっていうのがね、多分思んないと思うんで、英語版のサイレンはあのプレイステーション4の海外アカウントで、PS2 on PS4 っていうサービスで、買えるから、それで買って持ってますけどね、サイレンね。あれが日本語版になってたらすごく良かったんやけど、英語版やから完全にね、一作目のサイレンね。エミリーもな、まあその辺もね持ってないから、その辺いずれは調達してやろうかなとは思うんですけども、とりあえず今、持ってる分でいこうかなと思うから、その辺でサイレンか、サイレンあかんやろな、サイレンはやめといた方がええな。サイレン2がね、あれがもし英語版でもええから出たら、そっちやったらまだできるかなという気がしますね。
私ね英語増えてですのでね誰か英語を喋れないかって言われてもまあ私英語喋れませんある程度のね読んだりは多少はねまあ大学まで行ってますからしますけども喋、うん、るのは不可能です身振り手振り交えながらでね旅行でどうこうぐらいのことはできましたけども、うん、普通にこんな YouTube でね顔も見せず身振り手振りも見せずに喋、ることなんてちょっと不可能ですんで、はい、英語版のサイレン見てみたいな、それはライブじゃなくって普通の動画で一回冒頭だけでも一回やってみてもいいかな、それやったら。で、それでどんなもんか見ても手続きをライブで見たいかどうかっていう感じになるかな。まあそんな感じで、まあそう、うん、デッドスペースかサイレンか、まあその辺、どうしようかなという感じになるかな。まあよく考えてみますわ。はい、どうも皆さんありがとうございました。長々とねお付き合いいただきまして、とりあえず、バイオハザード42週目まったりとやってみましたので、どうもご視聴ありがとうございました。また次回、別の動画でお会いいたしましょう。この動画もまた1週間後ぐらいにねちゃんとしたやつが多分上げられると思うんで、SD じゃなくて HD 版でねそれでご覧いただけたらいいかなと思いますんで、で前回の分をまた近日中1日2日 の間には上げたいと思いますんでよろしくお願いします。どうもそしたら皆さんお疲れ様でした。バイバイ、またお会いいたしましょう。